はい、皆さんこんにちは。肌の再生医療の北条元春です。今日はですね、ワセリンの正しい使い方、ワセリンとは何かというようなことをお話ししていきたいと思います。最後までご視聴の方よろしくお願いします。そして高評価の方をいただければと思います。ワセリンはいいのか悪いのかみたいな話になるんですけども、これなかなか難しいというか、それ言えないでしょっていう話なんですね。どういうことかというと、リンゴはいい食べ物か悪い食べ物かとか言われても困っちゃいますよね。医者というのはですね、特に皮膚科医なんですけれども、皮膚のバリア機能が壊れた人、それから皮膚に異常のある人しか見てません。もうこれ当たり前のことなんですけども、正常な肌の人なんて見ませんから。みんな肌にトラブルを抱えたり、皮膚のバリア機能が低下した人が来るんですね、皮膚科というのは。そういう視点から見るワセリンという話と、それから一般の人ですね、化粧品に携わっている人もいいです。そういう人というのは正常な肌を見ます。で、正常な肌の持っている人から相談を受けて、まあ、乳液とか化粧水とか美容液というものの相談に乗ってます。そういう人が見た時の、そういう人たちから見たワセリンというものと、肌の異常しか見てない医者から見たワセリンというのはもう全然違う視点、違う評価になってます。まあ、そういう2つの見方があるということにおいて、これから視聴していただければいいと思います。まず1番目、医者の視点から見るワセリンというものはどういうように映ってるかというと、基本的には万能の軟膏、万能の塗り薬、万能の保湿剤というふうに映ってます。よく化粧品とか、ご使用中に異常があった時には、直ちに使用を中止して医師に相談してくださいって書いてありますよね。これどんな化粧品にも書いてあります。これどうして書いてあるかというと、そういう事例がよく起こるから。まあ、一般の人から見ると非常に1000人に1人とかっていうと稀なケースで、あんまり読み飛ばすんですけど、医者の側から見るとそういう人たちが集まってきます。化粧品を使ってかぶれた人とかですね、歯磨きをやって唇がパンパンになっちゃった人とかですね、化粧品を変えたらピリピリして、そこからなんかまぶたが腫れ上がっちゃったとか、そういう人が来るんですね。そういう時には何を言うかというと、今使ってる化粧品は直ちにやめてくださいということを言います。でもお化粧を塗って顔を洗って洗顔した時に顔がカピカピするじゃないですか。ワセリンにしてください。ワセリンでいいです。もうどんな状況の接触性皮膚炎であろうとも、アトピーが悪化した人でもいいんですけども、基本的にはワセリン機材、まあ、ワセリン機材っていうんですけれども、ワセリンをベースにしたお薬の軟膏を渡します。それから特に症状が軽い人の場合には、もうその化粧品やめてください、そのネイルやめてください、その、白髪染みやめてください、でワセリン使ってくださいっていうことを言います。なぜってこう患者さんに聞かれると、ワセリンは万能ですから、もう絶対ワセリンで保湿にしてくださいということを言います。まあ、これが医者の視点ですね。なぜかというと、皮膚のバリア機能が破綻している、皮膚が損傷を受けている、皮膚が異常な状態になっている時には、もうワセリンしか手段がないんですね。ワセリンというのはどんな状況にも使えます。例えばすりむいたところにワセリンを使うということもあります。それから熱傷患者で食費を使った後、それから培養皮膚を移植した時にもワセリンで保護します。まあ、これがワセリンの役割なんですね。正常の皮膚にも使えるし、傷ついたところにも使える。何の変化も起こさない、しかも保湿ができるということで万能です。一転して正常の人、まあ、お化粧品どれにしようかなとか、まあ、ママ友とか正常な人たちがお肌についていいもの何かないっていう時の視点ではワセリンは最悪だと思います。なぜかというとベトベトする、それから思ったより保湿効果がないというのはあります。そういうような視点から言うと、ワセリン、でもお医者さんに言ったらもうワセリン最強説言われるんだけど、でもやっぱりワセリンだけつけてもやっぱりベタベタするし、使い勝手が悪いし、朝起きると枕がベトベトになってるしみたいな、そんな変なことしか聞かないんです。それ正しいですね。で、私自身もワセリンと水だけが美肌を作るっていう言葉を書いています。これはどういうことかというと、全ての人にとってワセリンを使ったら間違いがないという意味で書いてるんですね。すごくプラスにはならないけど、悪化もさせない、何かに迷って皮膚にトラブルがあるのであれば原点回帰してワセリンと水にしなさいという意味で書いてます。ただそういう私自身もですね、家にこう、まあ、キュレルというスプレーなんですけれども、これを使ってます。キュレルをシューッと顔にスプレーして、あとはニベア、ワセリンでいいって言ってるのに自分がキュレルかよって話なんですよ。だってキュレル使い勝手いいもん、しっとりするし。これはただ、ワセリンが
ダメだからキュレルを使っているという話ではないですね。私の視点はもう医者の視点ではないです。自分の正常な自分自身の皮膚をケアするという視点で言ってるだけの話です。ただ間違えないでくださいね。例えば手をすりむいちゃって火傷した人にキュレルは絶対私は塗らないです。なぜかというと、そのまあキュレルキュレルって申し訳ないんですけど、後ろにですねパラペンとかですね香料とかいろんなものが書いてあります。でそんなものを擦り傷に塗ったら染みて痛くなるし、擦り傷は悪化しちゃう。そういうところには絶対使わない。それから肌のバリア機能が壊れているとか、ニキビになったとか、日焼けを起こしたとか、そういうところには絶対使わないんです。化粧品は絶対使わないです。なぜかというと悪化させるから。そういう時にはワセリンを使いますね。ワセリンっていうのは何か皮膚トラブルを起こしている時、もしくはその気配がある時はワセリン以外は使ってはダメです。化粧品を使って保湿するとか、化粧品を使って保護するなんてことは絶対やめてください。大人になって転ぶっていうことはあんまりないと思うんですけれども、例えば転んで膝とか手をすりむいたとしましょう。そこに化粧水を塗り込みますか？保湿のために。そこにクリームを塗り込みますか？塗り込まないと思います。なぜかというと、そんなことをやったらヒリヒリするし悪化するっていうことはなんとなくわかるからです。それは理解できているのに、皮膚のバリア機能が破綻を起こしている時に化粧品で治そうとする、これ明らかに矛盾した行為ですから、そういう時にはやめてください。手をすりむいた時に医者はどういう処置をするかというと、そこを保護する、保湿するためにワセリンのガーゼを貼ります。ここは安静にしておいてくださいねと言います。決して化粧品は塗り込まないです。そういうような視点でワセリンというものを捉えた方がいいです。それから化粧品というものもそういうような視点で捉えた方がいい。どういうような視点かというと、化粧品というものは肌のバリア機能が正常に保っている時にもっと快適にするためのもので、肌のバリア機能が破綻しているものを治すものではないです。そういうものでワセリンと化粧水とか保湿性のクリームというものを考えてみてください。何が何でも化粧品、何が何でもワセリンということではないです。これは最初の冒頭に言ったように、リンゴっていいの悪いのって聞かれると困っちゃいますよね。それ果物を食べたい時だったら好きな人もいるかもしれないし、嫌いな人もいるかもしれない。それからお肉ってどうなのとか、ハムってどうなのって、こう前提条件がない状態でいいか悪いかっていうのは、これは判断できないです。これ何事もそうなんですね。ですので、ワセリンってどうなのって聞かれるとなかなか困ってしまう。化粧品ってどうなのって聞かれるとなかなか困ってしまう。まあ今日はですね、ワセリンについてお話しさせていただきました。いかがでしたでしょうか。もしよろしければ高評価の方とチャンネル登録をお願いします。ステロイドっていう薬があるんですけど、結構こう強かったりとか弱すぎたりとかする、強い薬をやるほどでもないんだけれども、もう少し強い薬を使いたいなみたいな時には、これワセリンで混ぜて自家用で薄くして患者に渡すみたいな時の機材にもする。水にコーヒーを入れたらコーヒーになる。水に砂糖と炭酸を入れたらコーラになる。でも全部水でしょ、ジュースっていうのは。もともとはそれみたいなもんです、ワセリンっていうのは。軟膏界の水みたいな。そうです、軟膏界の水です。